はい、どうも、ミーゴチャンネルです。今回はね、これどこかというと、メンバーのタカさんがやってるラーメン早々に来ました。オープンしたての時に今1回出て、出させてもらった、まあやったんやけど、でまあ俺の SNS、 まあインスタとかフォローしてくれてる人は分かると思うけど、まあかなり行ってるんです、毎日のように。まあライブがあったら必然とまあ行けないんですけど、まあライブがない言ったら平日は多分ほぼ行ってると言っても過言ではないかな。まあライブがある日とまあ定休日以外は基本的にどうやろ、週3とか2とか3ぐらい、高さ3ぐらいかな、平均したら。まあ行ってる時はだから今週とかは全部、週俺今週全部行ってるな、月か水も金、月休みか、月休みで、ああで全部来とんね、全部来とんね、やばいなっていう風に、まあ結構まあ自分の中でもまあ俺が一番行ってるんじゃないかっていう風にまあ自負してたんですけど、まあオープンしてまあ1ヶ月2ヶ月が経った時に、いやさすがに俺が行った一番行ったやろって言ったら、いやミーゴ君より全然行っとう人おるねっつって、えマジでってなって、やばいやんってなって、それ誰って聞いたら、そのまあ誰っていうふうになったんですけど、でまあ今日はそのね、俺が本当に1位と思ってたけど実は2位だったっていう、ね、なんですよ、俺より行ってる人おんのかいっていう感じなんですけど、まあ今日はねそのね、一番早々に来てる第1位の人と一緒にラーメン食べたいと思います。ではどうぞこの格好でどうも誰やねんっていうね感じなんですけど、実はね、実は知り合いなんです。まあ言ったら俺からやったら先輩なんですけど、まあバンドとか全然関係なくて、バンドやってる、まあ、先輩の友達っていう感じなんです。だからバンドとか全然関係ないんですけど、一緒に昔はまあライブ一緒に行ったりね、ケイさんの前でそうやね行ったりで、ね、結構してて、まあ、先輩の友達、まあまあ友達っすよ言ったらっていう感じなんですけど、まさかのね、名前は金屋さんって言うんですけど、番長じゃない方の金屋です。そう、このチャンネルで金屋さんって言ったら番長の 金さんと思うけど同じ名前なんですけど、まあ金屋さんっていう名前なんですけど、まあこう聞いた時にね、ほんまにねマジでってなって、まあお互いあのインスタフォローし合ってるんで、めっちゃ行ってんなと思ってたんですけど、まあ、まさかね俺より行ってるっていう風に思ってなくて、でまあ実際まあタカさんに聞いたら、そのいや俺のはるか 1.5 倍ぐらい来てんちゃうみたいな、その1位と2の差がすごいみたいな感じで言っててマジかよみたいな。しかも金屋さんね、そのタカさんのここのソースも食べてるし、自分の好きな違うところラーメンも食ってるんですよね。そうだから月で言ったらほんまに20から25とか、もっといけるっすか。6月で30かな。いやマジ死ぬってほんま。いやでも最近はもう抑えとる、だいぶ抑えた、うん、ほんまね。だからもうめちゃくちゃまあラーメンが好きというかっていう感じで、うん、まあまさかの、まあ、知り合いやったんで、まあ、ちょっと YouTube ちょっと一緒に出てくださいよってお願いしたら、まあ、全然いいでって感じやったんで、まあ今日一緒にね、そうそう一番食ってる第1位と2位が一緒に食ってみたっていう感じですね。これいいっすね、俺も欲しかったっていう感じの動画ですね。まあでもまあなんやろ、そのまあもともとタカさんともまあ金谷さんまあ知り合いっていうかまあ存在してたじゃないですか、うん、でラーメン屋さんって分かって、うん、でまあこういう系のラーメンって姫路なかったのに、うん、そのなんていうんですか、こういう系のラーメンどこで知ったの、最初っていうか最初。でも昔からそういうのが好きやったっていうわけでもないし、いやいやいや、でもそんなわけじゃないな、あ名前は出していいかな、京介っていうところがあって、そこで食べたのがきっかけかな、うん、二郎系は、
でそれでまあ別にうーとはならなかった、刺し食った時。いや、なったなった、こんなん無理やみたいな。いや、それでそっちじゃなかったな、お、うまっと思って。あ、そうなの、うん、なって、そっからかな、ようなラーメン屋行ってって感じかな。そっからだから、二郎インスパイア系二郎など行ってたっけ、いろんなところで。いや、でもそこまでやで、うん、そんなに姫路ないじゃないですか、うん、神戸とか、うん、まあ行ってたけど、うん、そこまでは行ってないかな。でまあ、うん、実際タカさんのここのソースができてから来て、うんうん、あ、こういうラーメンなんやっていう感じだったんですか最初、うん、いや、うまっと思って。そう、前情報で二郎のインスパイア系っていうの知ってたんですか。知ってたっす。あ、知ってたんす、うん、あれなんかフェイスブックやったかな、タカさんの、うん、多分それも 見とったと思う、うん、見て二郎はインスパイアやんと思って、うんうん、それで来たんかな。なるほどね、うん、で、うまっと、うん、まあそういうのがもともと好きだったら絶対うまいと思うんですよ、うん。あ、でも飲みやすかったな、スープが、まず。ああ、なるほど、うん、それで、まあ、まあ、美味しいしっていうので、うんうん、まあ、自然と足が勝手に動いていくって感じで、ね、ループしらすっていう。なるほどね、まあ、まあ、それはまあ、俺と同じ流れですよね。そうそうそうだから俺ももし、例えばライブやってなくて、まあ、同じぐらいだと多分同じぐらい食ってるかなと思うけど。いや、でも最近負けてるよね、全然負けてるもう、うん、ちょっともう、オーダーの顔奪われるか。いやいや、この T シャツ着れへんねん。いやいや、戻さなかった。いや、でもね、ほんま、ほんまにいい加減しとかんと、マジほんま体壊すっすよ、ほんま。もうええ年やろね。もう40も超えてんのに、ね、危ないっすよ。ほんまね、この店ほんま中毒性があってね。まあ俺とかは、まあ普通にうまいし、中毒性めっちゃあるけど、まあなんか、まあメンバーでもあるから、まあそういうのもあって、まあ、行こうかなっていうのは気持ちはでかい、でかいとか、まあ、多少あるけど、まあ、多分金屋さんとか普通に、まあ、知り合いのもあるけど、普通に多分うまいからずっと来てると。でもやっぱ知り合いだけじゃもう無理、まあ無理かな、絶対無理。こんなに今回そうやね、やっぱあの美味しいの向こう側に行ってしまったから、うん、いかん、美味しいだけじゃないな、うん、そこで止まったら多分な、うん、そうやね、そうやね、そう、確かにね、知り合いっていうのはこれでぐらい、うんうん、もう今となったらそうやね、そうそう、うん、もううまい、その先に、うん、そうやね、そうそう、しかもまあこういうラーメンって別に来ても別に喋るわけじゃないし、そう、黙々やもん、黙々と、うん、もうたらもう食べるだけやから、ね、うん、まあ、俺も来てもそんな喋らない、喋らんし、うーっていうぐらいかな。作ってください、はい、なんか言葉を交わすことなく、そうなんで、ね、はい、お待たせしました、ラーメンだよ、ずらの方どうぞ。野菜普通、はい、ニンニク油増し増し、辛め、はい、もう最近はラーメンも大食ってるんですよね、大と、まあ、野菜はその時によるんですけど、増したり増さなかったりで、あとニンニクと油はもう最大限に増し増しで頼んで、あと辛めがマストっすね。あとトッピングに絶対うずら入れるんで、まあ、うずらはもうマストだと思います。はい、どうぞ。いただきます。ラーメン少なめ味玉の方どうぞ。ニンニク少なめ野菜増しで、はい、はい、お待たせしました。よっす、いただきます。これ金屋さん いつも通りって感じですか。いや、ちょっと野菜増しは頑張ったかな。あ、うん、いつもラーメンの普通で野菜は少なめかな、うんうん、野菜抜きも結構おすすめやけど俺。あ、そうなんですね、意外と野菜なしで麺だけ。そうそうそう、二郎系をちょっと邪道かもしれんけど、意外とこういう感じですね。ラーメン並み小並み小か小がこっち金屋さんで、大は俺はこっちですね。まあ全然量がちょっとちゃう感じですね。薄さも全然違うしっていう感じです。ではじゃあ食べていきたいと思います。ではいただきます。私のおすすめの食べ方はね、俗に言う天地返し。一回ごそっとこうそこから振り上げて、こう一回全部混ぜるっていう食べ方が、まあ基本私どこのラーメン屋でもします。まあ、人によってはね、やっぱもやしとかがあるから、もやしに胡椒かけてもやしちょっと食べて、で間から麺食べるっていう人もいるんですけど、まあ、私なんかは、まあ、ベタに天地返しして食べるって感じですね。こっちの方が油もニンニクも結構混ざってね、全体的な味が
染みる感じなんでっていう食べ方はおすすめです。私は今日もうまいですか？うまい久しぶり。でもこうやって喋って食べることないから、あれがない。基本的にはね、喋らないんですよこういうラーメンって、うんうん、そう。もう来たら黙ってもう麺と向き合って黙々食べるっていうのが、うん、まあ普通なんで、こんなわきあいあいと食べへん、はい、今日はまあ閉店時間過ぎてさせてもらって特別なんで、まあ、普段はもう黙って食いますって感じです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日は早々一番行ってる回数ランキング1位と2位とね、1位と2位でちょっと一緒に見てさせてもらって食べましたという感じですね。まあ、多分ね、ほんまにこのままのペースで行ったら多分病気になるんだと思うんで。塩分硬すぎて。いやほんまね、夜中とかね、喉渇いて起きたりしないですか？なんかあるだあーみたいな、もう水めちゃめちゃみたいな、だから多分、あんまおすすめしない、まあ俺らは生き方してるっすよね、多分このペース的にはそういうことね、ペース配分おかしい。いや、まあそれぐらいね、やっぱうまいし中毒性あるんですよね、ほんま。まあそのメンバーとか友達とか差し引いてもね、やっぱ普通にまあ、うまいんで、まあ人はまあ来てもらっていいし、まあ俺のチャンネル見てる人はまあ本当に、まあ俺何回も言ってるけど、まあバチョが姫路でライブある時とかに次の日泊まって食べに行って帰るとか、なんかまあタカさんのラーメン見かけてそれだけ食いに姫路来るっていうのもまあありと思うけど、まあなかなか多分ハードルが高いんで、まあバチョライブがあるついでにタカさんのラーメン食べたいっていう感じでね、行ってもらったらいいと思います。うん、まあまあっていう感じでね、今日は金谷さんわざわざすいません、いえいえ用意出してしまった、いえいえ大丈夫。まあね、もうラーメン総統の王者がね、もう T シャツもね、ちゃんと着てるんで、宣伝してもらった俺も欲しいのね。しかもメインヤードのやつあ、そうね、俺っていう感じで、まあ今日も美味しかったということでね、って言いながらも、いや俺のが行ってるんじゃないとかいう、まあ、おるかもしれない人が、まあタカさんの、まあ、見解で、まあ多分金谷さんが1位で、まあ俺2位っていう感じなんですけど、まあいや俺のが行ってるけどなっていう、まあ姫路の猛者がいたら、まあ僕のチャンネルにコメントなりなんかラーメン猛者そう猛者がそう、まあインスタの DM なり何でもなんか送ってきてくださいっていう感じで、今日はじゃあこれで終わりたいと思います。ごちそうさまでした、高さん。ごちそうさまでした、はい、ありがとうございました。それではまた水曜動画で会いましょう。ありがとうございました。